日本テレビ系で4月12日にスタートする連続ドラマ、それってパクリじゃないですか、水曜午後10時の本編映像を使用した予告が完成した。芳根京子が主演し、ジャニーズ WEST、重岡大毅が共演する、それってパクリじゃないですか、の原作は、奥野桜子氏による、それってパクリじゃないですか。新米知的財産部員のお仕事、飲料メーカー、月夜のドリンク、で、開発中の飲料に関する重要な特許がライバル会社に奪われる事件が発生する。情報漏洩の疑いをかけられた開発部員、藤崎亜紀、ホーコンは、調査のために親会社からやってきた知的財産のプロ、北脇雅美、重岡、と共に、その特許を取り戻すために奮闘することに、パクリ、をキーワードに、会社の宝となり得る、権利、を社員たちは守ることができるのか。知的財産バトル、をテーマにした、新時代のオフィスエンターテインメントドラマだ。公開された映像は、亜紀を演じるホーコン、亜紀とデコボココンビになっていく雅美役の重岡、そして、亜紀を鼓舞し北脇と対峙する開発部部長、坂梨伊織役、時和貴子が登場し、亜紀が、面にし、とつぶやくシーンも書かれているもの。クランクインからおよそ2週間、撮影も快調に進んでいる、この春、笑って、胸が熱くなる作品への期待が一段と高まる。